50年ほど前、北州イルサバード大陸に帝国が起こって間もない頃の話さ。急速に領土拡大を始めたガレマール帝国に対していくつかの対抗手段が練られることになってね。そこでわしが担当したのがエーテル収束器だ。大気に満ちたエーテルを一点に集めて圧縮し、強大な力を得る秘術ね。ところがどうだい、研究も大詰めってところで、哲学者議会の連中と来たらわしの研究成果を大量破壊兵器の開発だと罵りおった。頭にきたわしは研究成果を禁書封印してやったのさ。誰にも読めないよう、誰の手にも入らぬように。いざ帝国が攻めてきた時、慌てるがいいさとね。技術は純粋な学問、どう使うのかは人次第。的親の口癖だったじゃない。もとよりあの石頭どもにはへきへきしてたからね。ここに引っ込むことを決めたのさ。大撤収するなんぞ、奴らの臆病ぶりにはヘドが出るわい。まるで祖父を見ているようです。それでマトウヤ、その研究成果の封印を解いて私たちに見せてくれるのよね。シャーレアンが誇る知識の殿堂、グブラ幻想図書館、その最深部の禁書庫に眠っているよ。呆れるほど厳重ね。まあいいわ、守護兵がいるのでしょうけど、私たちの腕なら問題ないはず。さあ行きましょう。待ちな、シュトラと坊主は残ってわしの手伝いをしてもらうよ。お前たちが派手に倒してくれた万兵の使い魔たちを作り直さなくちゃならないんでね、しっかり働いてもらうよ。Thank you.